はい、皆さんこんにちは。松陰坂学院で国語を担当しております講師の水武です。それじゃあね、今日も楽しく一緒に国語を勉強していきましょう。はい、それじゃあですね、早速今日の講義入っていきたいんだけど、今日は類義語、対義語、多義語という項目で授業を進めていきます。で、はい、このね、今日問題演習なんだけど、まず問題読んでみましょう。次の1から5の対義語を語群から選び漢字直せという問題です。はい、今回の5個はこいつ、平等、具体、陽気、落第、精神ですね。それぞれに対応する対義語はこちらです。語群ですね。陰気、抽象、旧大、身体、差別とあります。で、この5個からですね、それぞれ選んで必ず漢字で書きましょう。いいですか？漢字ですよ。でね、なんかわかるんだけど漢字書けないって人って結構いるんですよ。さあ、そこのあなたのことですよ。漢字書けないって人結構いるの。ダメだよ、漢字書けなきゃ。いい？日本人なんだから。日本人は漢字書けなきゃダメです。で、やっぱりこう漢字が書けないとテスト本番で点数取れないじゃないですか。で、やっぱりこれね、皆さん多分中学生がね、この動画見てくれてること多いかなと思うんだけど、高校に進学して、現代文とか小論文で、いざね、文章を自分で書こうとした時に、漢字書けないってなってくると、やっぱり減点されちゃうんですよ。ね。ひらがなだと書けないですね。だから、やっぱりこうね、漢字をね、書けるようにするっていうのはね、やっぱすごく大事なことなんで、この動画を通してですね、せっかくなんでね、もうね、国語バリバリ強くなっちゃいましょう。ね、たくさん問題演習をやることってこれすごい大事なことなんで、もうね、この5問だったらね、1日10分とかで やれちゃうと思うんで、しっかりとね、漢字のね、トレーニング一緒にやっていきましょう。それではですね、はい、この5問、今から問題を解いてください。ということで一回ですね、私画面からはけるんだけれども、もし、そもそもね、対義語って何かわからないよとかいう人もいると思うんですよ。そういう方はズバリこちら、ほい、おすすめ動画残ってますよね、上に出てると思います。なんで、そこをクリックしてみて、おすすめ動画のところで対義語に関する説明だとか、他の問題演習の回とかもあります。だからもう苦手なものはね、たくさんね、ドリル式に何度も何度も反復して、とにかく問題をこなしていきながら得意になっていきましょう。はい、ということでですね、一回私画面からはけますので、そこでですね、はい、皆さんはですね、はい、ポチッとね、画面をと、画面をですね、止めてみましょう。で、止めて1分くらいかな、だいたい1分くらいで、問題を解いてみてください。大丈夫かな。で、1分くらいで問題まず解いてみて、で、それでね、解き終わったよっていう人ね、分かった分からないとかチェックつけるだけでもいいからさ、それをやってみて、で、その上でね、またね、続き解説を聞くと、このようにやってみるといいのではないかなと思います。はい、それじゃあですね、1回、動画を止めましょう。はい、それじゃあですね、解説をスタートしていきたいと思います。大丈夫かな。それじゃあ、まず、対義語ってなんやねんっていう人から行きましょう。対義語っていうのは、そもそもですね、この、対っていうことが一つポイントです。対っていうのは、小学校とかだったらこれ反対語とかって習ったりすると思うんだけど、まず意味としては反対の意味を持ってるんだよね。ただ、反対だけじゃないんだよ、対っていうのは。例えば、右に対して左みたいな。これだけじゃないの。それで、もちろん、対語のほとんどはそれに当てはまるんだけど、例えばね、以前ね、ご紹介した口語と文語などが分かりやすいよね。話し言葉と書き言葉ってやつです。で、話し言葉と書き言葉比べてみたときに反対の関係じゃないでしょ？そういうのどんな関係かっていうかっていうと、対照的っていうんですね。対照関係とか対照的って言ったりします。で、対照っていうのはどういう意味かっていうと、これね、比べてみた時にその違いがはっきりと分かるってことです。いいですか？もう一回いくよ。対照っていうのは比べてみた時にその違いがはっきりと分かるということです。なので、この反対語とかね、対照的な関係とか、そのあたりがね、この対義語の中に含まれてくるんですね。だから対義語イコール反対の言葉っていうふうに結構覚えてる人多いんだけど、必ずしもそうじゃないよって。それは対照的な関係の言葉ね、右に対して左とか上に対して下だけじゃないよっていうふうなこと。そこがね、対語のポイントだったはずですね。ここまで OK？
それじゃあ、今回ね、平等からね、精神まで考えていきましょう。平等からまずやってみましょうか。平等ってことはみんな同じにするってことですよね。平等に接するっていうふうなことは、A 君にはクッキー1枚あげたけど、B ちゃんには、ちょっとあなた可愛いからさ、クッキー5枚あげちゃうみたいな。これ、平等じゃないですよね。A 君怒っちゃいますよね。なんで俺1枚なの B ちゃんいっぱいもらってんだよつって怒っちゃいますよね。だから、これは平等じゃありません。それはどういうことですか？そう、B ちゃんだけ、ね、差別するんです。もしくは A 君を差別して B ちゃんを優遇するっていうことですよね。まあ、どちらにしてもね、差別っていうね、まあ、これ英語だとディスクリミネーションって言いますけど、これはポジティブなものでもネガティブなものでもね、プラスもマイナスも差別は可能です。例えば、ね、かっこいいある意味で、これ結構意外っていう人多いんですけど、差別って悪いことっていうふうに思ってる人結構多いけど、必ずしも差別っていうのはね、ポジティブな方ね、いい方にも差別することは可能なんですよ。例えばさ、よくじゃないけどさ、まあ、僕の友達とかでさ、こういう悩みとか相談されることあるんだけど、まあ、ハーフの子とかがさ、いてさ、ハーフの子とかがさ、ハーフってすごいねって言われる。それ実は嫌だっていう人結構いたりするんですよね。で、なんでかっていうと、ハーフっていう風なことで、その違いを際立たせて、それを褒めているように見えるんだけど、それで褒められる方は意外とそのことで複雑な気持ちになってるってことはあったりするんですよ。まあ、これっていうのは典型的な、ポジティブの方ですね。良い意味での差別。で、まあ、でもされた方はちょっと不快だなって感じる。これポジティブディスクリミネーションって言ったりするんですけれど、まあ、そういうことにもね、あります。で、それはある意味で平等、例えば日本人だろうが、例えばアメリカとね、日本のミックスだろうが、まあ、それは関係なく平等に接するっていうふうなことになりますよね。そのだから反対、平等とのね、対になる言葉は差別というのが正解です。はい、できたかな。はい、それじゃあ2問目いってみましょう。差別ができたら次何か具体ですね。具体の反対は何ですかということで、正解は抽象になります。で、具体と抽象なんだけど、これね、見てくれてるのがね、ほとんどね、中学生が多いかなと思うので、中学生向けの説明をします。これ高校生とか大人だともうちょっとね、具体と抽象は説明しなきゃいけないんだけど、ここではね、ざっくりと簡単な意味を説明しておきます。具体っていうのは、はっきりとして分かりやすいってことです。とか、で、それに対して抽象っていうのはぼんやりしている。で、そこから分かりにくいという意味が出てきますね。という意味が出てきます。で、なんでね、こういうね、はっきりしているとか分かりやすいとかぼんやりしている、分かりにくいっていう意味が出てくるのかっていうところはですね、これ高校生とかになってきたりとか、もうちょっとね、年齢が上がっていくとね、実はその違いが重要になってくるんだけど、今の段階は、まあ、こういう理解でいいかなと思います。まず具体はね、はっきりしているとか分かりやすい。抽象はね、ぼんやりしていて分かりにくい。まずはこういう理解から始めてみてください。はい、次ですね。3問目いきましょう。陽気な性格とか言ったりしますね。陽気、イエーイみたいな、パリピみたいな陽気な人いますよね。まあ私の対極の人間ですけどさ、僕みたいな人間なんて言うんですか。そうです、陰キャって言いますよね。そう、だから陰気です。私陰のものですからね、陰気となりますよね。陽気でウェイウェイって言ってパリピーみたいなね、ことをやるのに対して、まあね、私みたいなね、引きこもり、ね、もうお家大好きみたいなインドア派の人間はね、まあ、陰キャですよね。陰気というふうになります。まあ、陽と陰ですね。これはよく対比の関係出てきますよね。陽っていう感じと陰っていう感じ、陰と陽っていうのはね、よく対比の関係出てきますから、ここも押さえておくといいでしょう。はい、ここまで大丈夫かな、みんな。でね、まあ、ちょこちょこね、ノートを取ったりとかしていきながら、うまくね、対応してみてくださいね。はい。それでは4番、5番、残り2つやっていきましょう。落第です。これが一番難しかったかもしれません。落第の対義語は何かっていうと、まあまあ合格っていう意味で、及第っていうんですね。
及第点とかっていう言葉でね、使ったりするかもしれませんね。落第っていうのは落ちるってことです。及第は合格するってことですね。まあ大丈夫っていう、及第点っていうのは合格点ってことです。だからまあ及第っていうのはこれが合格っていう意味だとすれば、こっちの落第は不合格ってことだね。これでいいかな。彼は試験に落第したってことはね、まあ、試験に落ちちゃったってことですね。落第戦ってことはね、その試験に落ちた、不合格だったってことです。及第点を取ったってことはね、十分認められる点数を取ったというふうなことになります。はい、そして最後の問題ですね。これ精神、これ対義語は何かっていうと、精神のね、まあ対になる言葉、これはまあ必ずしもね、反対ではないですよね。これは精神に対して身体、肉体です。まあね、心と体っていう関係だね。心と体っていう関係ですよね。まあね、心と体っていう風なもの、これはね、もうよく出てくる組み合わせなのでね、問題でも多分何度も何度もね、出すつもりです。やっぱりこう精神と肉体っていう組み合わせっていうのはね、本当典型的なものなので、まあ問題でも何度も何度も使っていくつもりですから、ぜひね、まあ一緒にね、1日ね、1台くらいね、一緒に問題演習やりながらね、組み合わせ、言葉と言葉の対になる関係とか、似ている言葉、ね、あとはその似ているんだけど、どんな風に違いがあるのかとか、あとは加えて、例えば熟語のね、構成の仕方とか、まあそうしたね、文法的な知識っていうのをね、日々ね、毎日動画でね、確認していきながら語彙力を強化していきましょう。はい、みんな何点ぐらい取れたのかな？5点満点で、そうだね、難しいもの1台ぐらい入ってたけど、まあ4点ぐらい取れてれば理想的かな。でね、まあよかったらね、一人で動画見るのがね、嫌だなっていう人はね、ぜひご家族の方と一緒に見てみて、みんなでクイズ形式で何問ぐらい取れたかって競ってみたら面白いと思いますよ。でね、やっぱりこうね、日々ね、動画を使って学習をするっていうのはね、まあこれからね、皆さんの学習のね、基本的なね、スタンスになってくるかなと思います。で、やっぱりこう軽くね、さらっと見て、さらっと問題を解いて、それで終われるっていうところが動画の良さですから、まずね、毎日毎日習慣づけてね、ぜひね、動画を見て、あ、こうだったな、しまったみたいなね、そんなチャレンジをやってみると良いんではないでしょうか。はい、それじゃあね、また次の動画でお会いいたしましょう。みつたけでした。バイバイ。